今日立つのね。ああ、私もお別れを言いに来たわ。関西近江連合との熾烈な覇権争い、警察をも巻き込んだ一大騒動を共に追いかけた戦友佐山薫だが、事件の終着を迎え、俺たちの出した結論は別れだった。俺と遥が選んだ新たな夢、それは叔父さん。神室町から遠く離れた南国の地、沖縄で養護施設を営みながら新たな生活を始めることだった。わあ、カレーだ。さまざまな過去、家庭環境、悩みを抱えながらもたくましく生きる子供たちと共に生活をすることで、俺には新しい人生の価値が生まれようとしていた。愛するものを守りたい、子供たちの成長を見守りたい。極道社会という激しい世界で生きてきた俺に、子供たちと遥は新たな希望を与えてくれていた。しかしそんな幸せな日々は長くは続かなかった。よう、チンピラ。朝顔の土地の所有者であり、琉球街を仕切っている地元組織流動一家、その組織の若衆力也と三清による強引な立ち退き要求、リゾート開発による土地買収に端を発した理不尽な立ち退き騒動、それによって生活を奪われようとしている住民たち。いつ？俺は手に入れた子供たちとの幸せを守るため、立ち退きを要求してきた流動一家組長中原との話し合いに向かった。おう、待たせたな、客人。俺の予想に反して中原という男は情に熱い男だった。沖縄を愛するがゆえの苦渋の決断。中原は自分が悪者となってでもリゾート開発に協力することで沖縄に富をもたらそうと考えていた。しかし、おいこら、ちょっと待て。沖縄のことを愛しているなら、俺たちを立ち退かせることよりも、もっと他に考えることがあるんじゃないのか。それからしばらく経ったある日。またお前か。流動一家の若頭力也が朝顔を訪れる。理由は中原の養女咲が家から出て行ってしまったということだった。ある事情から声を発することができなくなってしまった咲。中原は情欲に走り続け、子供を見捨てた実の母親から咲の身柄を引き取り、実の娘のように可愛がり育てていた。そんな咲の突然の失踪、数年ぶりに姿を現した母親に咲がついていってしまったことを知った中原は、寂しさと虚無感から荒れていた。俺が咲から話を聞いてやる。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。それとこれとは話は別だ。今は咲のことだけを考えようじゃねえか。お前、中原という男の思い、そして咲との絆、それを知った俺は咲を利用して土地買収の取引をしようと企む組織玉城組と決着をつけるべく、
先の行方を追いかけた。一人で飛び込んでくるとはいい度胸だ。その子を取り返しに来ただけだ。大事な取引の材料をそう簡単に奪われてたまるか。来やがれこの下道。利権を狙った玉城の野望、そして玉城に惚れた女の末路、それは醜い結末を迎えた。この子のせいで人生めちゃくちゃになったのよ。生まれた時からいっつも邪魔だった。そんなにその子が欲しいんならあんたにくれてやるわ。実の娘を捨て去っていく母親だが、中原という男の思いは伝わっていた。スケッチブックの中身見たことないだろう。人と人とのつながり、そして友情、極道が失いかけていたものを守り続ける組織、流動一家。騒動を共に乗り越え、彼らの熱き思いに触れた俺は、こうして沖縄での新たな仲間、大切な友を手に入れた。サキ、サキ。さあ夕飯だ。沖縄での暮らしを続ける中でできた友情、そして守るべき大切な仲間、生活、生きていくことの喜びをかみしめていた俺のもとに、とんでもない知らせが入る。兄貴、何かあったのか。親父が撃たれた。突如凶弾に倒れた中原、俺と遥、力也の3人は病院へと走る。中原は今手術してます。緊急手術を受ける中原。俺たちの到着を待っていた咲と美希を。この時咲のスケッチブックには、どうしたんだ咲。中原を撃った男の似顔絵が描かれていた。これは、え、これって兄貴。そこに描かれていたのは、紛れもないあの風間のおやすさんの顔だった。だがその直後、さらなる衝撃が俺たちを襲うことになる。東条会六代目堂島大吾。俺が東条会の未来を託した男もまた、時を同じくして凶弾に倒れる。断ると言ったら困りましたね。中原と同じく風間のおやすさんによく似た謎の男に襲われて、襲撃が沖縄の土地買収に関係していることを知った俺は、東条会を裏で操ろうとしている組織、そして中原を撃った謎の男の行方を探すため、単身神室町へと戻っていくのだ。その頃東条会では六代目の襲撃を受け、若頭の柏木さんが幹部を招集、東条会の現最高幹部たちが動き出そうとしていた。いよいよ戦争が始まんで。これだったら人間の首も真っ二つだ。新生東条会の最高幹部4人、野心を持った荒ぶる猛者たちが一堂に顔を揃える緊急幹部会。大吾という柱を失ったことで男たちの野望があらわになっていく。峰おのれ、
神田の兄貴、ここは桐生4代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やぞ。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。俺は別にどうでもええ、あんたらで好きにやってくれや。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが登場界の後目になったる。桐生は登場界の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。2年ぶりに神室町へと足を踏み入れた俺は、事態を把握すべく柏木さんの元へと向かう。よく来たな、桐生。柏木さんから登場会の今を聞かされる俺、弱体化した組織の現状、その中で頭角を現してきた新たな幹部たちの野望だが、これは魔の手が俺たちに襲いかかろうとしていた。ん？これは登場界の跡目のみを狙う欲望むき出しの男、神田。大悟への忠誠を誓い、騒動の収拾を図ろうとする峰。沖縄のリゾート計画、リゾート開発に狙いを定め、利権を得ようと画策する浜崎。そしてその浜崎と裏でつながり、建設の利権を得ようとしていたのが真島の兄さんだった。俺は真島の兄さんの真意を確かめるべく、真島組のアジトへと向かう。ようこそ真島組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。登場会に何があったのか。沖縄のリゾート開発の裏でその絵図を描いていたのは誰なのか。今ゴングです。拳で語り合うことしかできない俺と真島。決着がついた後、真島の兄さんは意外な男の名前を口にする。それは数年前、登場会との抗争で日本を去ったはずの中国マフィア、ジャカ、そしてその総統ラウ・カーロンの名だった。俺を追いかけてカムロ町へと来ていたリキアを襲撃するジャカ。俺は誘拐されたリキアの後を追い、ラウの元へと向かった。リキア、兄貴。しかしラウの目的は俺への復讐だった。キリュウカズマ、目の前で愛する人間を殺す、そのことで俺への深い憎しみを晴らす。どうすることもできない状況か、俺とリキアの叫び声がカムロ町に響く中、リキア！一発の銃声がその声をかき消した。俺たちを助けたのはあの謎の男だった。おやっさん、あんた風間のおやっさんじゃないのか。どうして大吾。優雅、桐生風間か。ああ、ビューティフルアイズ。え、Like I heard from my brother before。 神田の死、浜崎組の壊滅、そして謎の男の出現。
事件が振り出しに戻ったかに思えた時、意外な人物が俺たちに接近してくる。どうした？現防衛大臣田宮隆三。沖縄のリゾート開発を利用し、沖縄の基地拡大を画策していた張本人からの呼び出し。しかしその席で田宮は俺たちが想像もしていなかったことを口にする。お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。あのリゾートがなければあんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか？それはもういいんだ。もういい？なぜ？あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？タミヤの真の目的、それは世界に暗躍する武器密輸組織ブラックマンデーの尻尾をつかむこと。それにその組織を動かす男、アンドレ・リチャードソンの正体を暴くことだった。さらには CIA と連携し、そのブラックマンデーの壊滅を狙っていたのだった。その CIA の諜報員、それが風間ジョージ、あの風間のおやすさんの実の弟だった。ジョージを止めてくれ。CIA の任務を止めろというのか？そうだ。俺はタミヤが沖縄から手を引くことを条件として、風間のおやすさんの弟風間ジョージを救うべく再び沖縄へと向かった。待て。お前もかって極道に来た男なら、親の命令がどれだけのもんか分かるだろう。祖国から生きる場所を奪われ亡命するかのようにアメリカに渡った男、風間ジョージ。正義などという言葉では言い表せない強い信念が彼にはあった。桐生一馬、覚悟。戦いは壮絶を極めた。登場界を巻き込んだ騒動の全貌が明らかになる中、最後に動き出した峰義孝。でも六代目もガードが甘すぎでしたね。自分を救ってくれた大吾への恩義、忠誠、そして憧れ。複雑な思いが交錯する中、頂点を狙う峰の行動は常軌を逸していく。ったか。何がめでてんだ。六代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。めでてってえのか。そんな中、沖縄では再び流動一家の面々が事件に巻き込まれようとしていた。あれは1年前、俺と流動一家によって潰されかけた組織、玉城軍。その組長玉城が峰の後ろ盾を得て復讐に動き出す。やれ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。親父。やめろ。俺は騒動で負傷した力也と三木を残し、誘拐された中原を救い出すため玉城のアジトへと向かった。中原！
ちょっと待て。命の危機を目の前にして起こった奇跡。お父さん、危ない！先の方向は中原、そして俺の心に勇気を与えた。しかし、酒。一瞬の心の隙が生んだ悲惨な現実。リキア！俺楽しかったっす。リキア、ぬくもりを失いながらも強く俺の手を握りしめるリキアの手。俺はその手を握り返すと感情のすべてをぶちまけた。リキア、お前何勝手に死んでんだよ。おい、リキア、リキア。そしてミネという男と全ての決着をつけるべく、再びミネの待つカムロ町へと戻っていくのだった。ミネ！お前、大吾をどうするつもりだ？この人は俺の人生で唯一俺を一人の男として信じてくれた人なんですよ。欲望、嫉妬、憧れ、愛情、普通の人間が持つ感情のすべて。ミネという男はその感情を歪んだ形でしか表現できない悲しい男だった。俺を倒すのは簡単じゃないですよ。戦いの果て、全てを失ったミネの前に姿を現した黒幕、アンドレ・リチャードソン。損得のみで世の中を渡ってきた男リチャードソンにとって、この時のミネは理解に及ばない存在だったのかもしれない。会長、すみませんでした。やめろ、やめるんだ、ミネ！ミネ！こうして約2年にわたる沖縄、そして登場会を巻き込んだ騒動は幕を閉じた。それじゃあ行くな。ええ。おう、キリュウ。浜崎、全て失っちまったよ。俺は信じる。信じまうときは信じるとかどうとかどうでもいいんだよ。俺は薄れいく意識の中でリキアの言葉、ミネの言葉を思い出していた。信じる心ってのは人間、
死ぬ間際でもモテるんだってことを。その言葉が俺を救ってくれたのかはわからない。はるかお姉ちゃんも見てみなよ。だが俺はまた生き延びた。生きることの喜び、大切な人間と共に時を過ごすことの大切さを感じながら、今日も沖縄の町外れの養護施設で新たな幸せを見つけようとしている。